これは間違いなく最悪的な弁護士集団でございます。自由放送団あるいは政府放送という共産党旧社会党の弁護士を中心として作られたその組織が全国弁連というその組織でございます。その中心的に活躍している山口博士というこの弁護士自体は旧社会党の顧問弁護士のような立場で活躍している人物でございます。社会党の顧問弁護士代理人としての弁護士としてまさに憲法9条のそれを護憲の運動を推進している9条の会の担当人でもありますし、また同時にテレビで活躍している紀藤正樹というこの弁護士も9条の会の担当人でありますし、その講師人が求められているのがまさに紀藤正樹という人物でございます。テレビで彼は私は左翼弁護士ではないとテレビの中で言っておりますけれども、しかしこの紀藤正樹弁護士自体は明らかに共産党とのつながりを持って共産党に献金までしている人物がこの紀藤正樹という人物でございます。それら意義においてなぜこの税関弁令が作られたのか、それは先ほどお伝えしたようにスパイ防止法という日本に問い、日本は本当にスパイ天国という状況になっております。